何？麻雀飛んだ、あっけ飛んだって言った。ああ言うたの誰が言うたの？ん？ああ言うのは誰が言うの？自分で話してた、ああ言って言った。おねまを怒ることもできんし。そりゃでもあんなでかいトンボをちっちゃいのに捕まえたら怖いわ。いや、取れたまえで、それがね、網をね、網をちょっと持ってたしね、うん、なんか、おんぶしとったで、あんたら、うん、あれ、聞いてなかったね。あの、でもあれ、それ、赤いあれやろ、おぶるやつ、なんかね、赤の、小豆色みたいなやつやな、おぶるやつ。そうそう、ねえ、うん、それは良くなるの、なんとなく。まあ、写真で見たけど覚えちゃうだけかもしれない。まあ、意外に面白いことがあった。どんな面白いことよ。まあ、ここへ引き張っとかない。大抵してもったら何にもなくなる。うん、そうじゃね。でしょ。え、そういうことやろ。うん、そういうこと。な、カメもようおったのにね。カメもおったね、うん、大きいカメ取ってきたもね、うん、大きい言うてもそんなにあのウミガメじゃないから、うん、まあこのフライパンがあったね。あったの。まあそれぐらいはあったかもしれない。あった、確か。これほどなかったか。まあ、うん、そうやね。長さはのぐらいあった。大きなのとてんらんがいきしてね、うん、最後はもうそもそもあの話しかんげをやいもう足りてほら自分もうんうんって言ってで単に話しかけてどうなったかしら。カメも独特の匂いがするわね、あれ。え？独特の匂いがするわね。何が？カメ。そう？知らん、私はそんな。おばあちゃん知らん。うん。どんな匂いがする？例えば？例えばって例えれるような匂いじゃない。え？例えれるような匂いじゃない。いい匂いじゃないわけ？いい匂いじゃないけど、そんな悪い匂いでもない。そんな嫌な、あの、もう嫌な匂い言うたら、あの、カメムシら嫌よね、あれ。あんなんじゃない。余計何年もやがいたね。うん。もうこの前も洗濯物の中にカメムシが入っちゃって、もうコトーと。どうして入ったのね。だから、ぬくいから入ってるんやない。畳んで置いちゃうのに入ってくるんやろ。だからそれ知らずに来たらもう終わり。最悪。もうこの世から消えてほしい虫のトップに入ってくるね。そんなん食べんやろ。まあ俺はね、食べんよ。おかずがいっぱいあるもんね。そうじゃね。もう量少ないから。うん。まあじいちゃん食べないなんぼでも。食欲旺盛やろ。じいさんもほら、おむすびしとったの、おかず食べて大きいの。ほう。食べじゃないろ。これね、うん、おばあちゃん温めてからやりよったけど、うん、なんやと、オリーブオイルね、うん、に
肉はオリーブ。はい。和食は。うん。あら？肉、ニンニク。ん？今人は言わさんで。うん。これね、あの、うん、温めてから入れよったわけよ。うん、けど、あの、油がね、ぬくもってない時に入れた方が、うん、匂いが、よけてるんやって。あ、そう。うん、また今日一つ勉強になった。匂いが出るって、表現が悪いね。そうやね。なんか香りがええとか、香りがね、香ばしいとか、うんうん、なんかあ、勝手に切れるんやね、それ。切れる時の音なんやね。うちのは火事には絶対ならんよ。うん、あの上になかったりね、うん、それから火つくろ、うん、あのお汁が、うん、忘れるじゃない、うん、ちゃんと切れる、うんうん、やっぱりね、ちょっとお金をかけたら、うん、違うんよね。ほんでこう、あの冷たいのから入れるわけ。うん、やっぱりいい匂いがしてくる。うん、まだ消えるかもからん。まあ、それ見よって、うん、それを、うん、これちょっとこれ見よってください。うん、嫁がもうこれ、うん、もうあの匂ってて何どうするの？それ取っとりよって。うん、このおばあちゃん、この四万十の米豚のロースを、うん、使うし、うん、米豚ほら、うん、もとんじゃこれ、うん、炒める時は、あー、いい匂い。炒める時はね、うん、お湯を通すのはあのおつゆものにしたり、うん、豚汁炊いたりする時はそれで、ね、炒める時はもうそのまま使う。うん、いや、いらんでね。何が？あの、もう野菜はあれで十分。うん、この肉が多いと見通さないんで、ちゃんと見てない。きれる、あら、うん、ほら見て、きれいな肉。うん、豚は敬遠しとったけどね、これ美味しいね、結構。うん、何見せて。あのね、うん、あ、四万十の米豚、うん、ロース、うん、美味しいね、この肉。おばあちゃん、こんなにたくさんも。ん？こんなにたくさんができる。まこと。野菜入れたら、けど、お天気ね、今日が十二。うん。あの、この豚肉は海と火を通してください。はは。あ、そうだね。通してくださいと。おばあちゃん、そういうこと言うよね。うん。珍しいことだね。小学校の時で先生が厳しい先生やってね、うん、先生が来たじゃいというか大事やった。先生がいらした、うん、先生がおっちゃった、うんうん、先生がいいよったじゃいか大事や、うん、先生がおっちゃった、うん、厳しかった、厳しかった。その田舎の方が、うん、で家庭訪問見てた、うん、
必ずの食事時にしていただきますよ、ちゃんと言えるか。